これだけポケモン GO でいいっすか。おもろい、まだ おもろいポケモン GO。 今めっちゃやってますからね僕。そう、どんぐらい見るんですかね普段これ。なんじゃない、どうだろうな、後からでも見れるんやろ。そうらしいですね。始まりましたよ。そう、出た出た。どうやってんの。どれたける、ん、どれどれ。いや、始まったよ、その YouTube ライブが。見れないんだけど。え、ある、あると思うよ。アップデートしなきゃいけないんだね、一回。アップデート？ YouTube を。ああ、すると思う。あ、サニーの限定フォト買いましたって来てますよ。あらおっす。一週間らしいですね、売り切れんの。あ、そうだ。らしいですよ。さすがっす。すが。いやいやいや。ほぼ、でも100枚、100枚でやったっけ。そう、確かそうっすね。うん、100枚は足らんわ。1000ぐらいですか。え ?1000 ぐらい。なんで ?1000 冊ぐらいですかね。いや、もっともっともっと。もっともっと。うん。じゃあ、あと3分ぐらいしたら始めましょうか。そうっすね。今、どんぐらい食べる？今、見てる人、うん、これどうやって見んの ?58 人かな。時間が悪いね。いや、増えるんじゃない今から。鹿児島から見てますって人もいますよ。へ、あ、見れた。ありがたい。80人見てる。お前増えた。鹿児島から見てますって人もいます。ちょっと遅れてんじゃん。これどうする。10秒ぐらい遅れると思いますよ。へえ。80。あと2分。あと2分。うん。ラクダあるある早くやりたいわ。早く言いたいわ。結構もうあるんすか。いや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 、でも世代が違うからな。ああ、そうっすね。うん。でもそれもいいんじゃないですか、やっぱ。そうやな。世代間でどれぐらい違うか。あ、100超えたそうなんで。お、いきますか。はいはい。じゃあ、京都ハンナリズブースターの皆さん、こんにちは。京都ハンナリズの寺島亮です。村上です。大場です。今日は、YouTube ライブ4回目となります。最後の回になります。NKE 株式会社プレゼンツ京都ハンナリズチャリティーライブをお届けします。本日のスポンサー NKE さんからの協賛金の一部は京都府を通じてチャリティー活動に寄付させていただきます。では最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。まあ早速なんですが、はい、まあ、こちらでもトークテーマ案っていうのは出てるんですが、はいはい、まあ、今回それは無視して、はい、楽難あるあるを話していきたいと思います。いや、楽しみ。はい。楽しみですね。多分こっちの方が絶対、その、見てる人もね、楽しいと思うんで。いや、そうでしょ。せっかくね、3人集まったんで。多分そういうことっすよね。この3人が集められたってこと。いや、そう、やっぱそういうとこ、ですよね。聞きたいんじゃないですか。
早速ちょっと、うん、あのまあ吉田先生が見てないことを祈って、うん、はい、できたいと思います。もう見てたら最悪やからね。最悪っすよ、呼び出しやからな。じゃあ行きますか。そうそう、そうっすね。まずそうっすね、僕らは7年前、うん、違うわ、4年前か、4年前に入学して4年前に卒業したんで、結構最近やね。結構最近っすね、うん、だから今の多分洛南とそんなに変わってることはないと思いますね。あ、サニーは何年？俺は15年前ぐらいじゃん。あ、結構、うん、結構前よ。だいぶ変わってますよね。そうそう、2004年やったかな、卒業。まず15年前ぐらい。そうっすよね。寮が多分新しくなってんでしたっけ、僕らから。いや全然知らん。あれ？なんか一回、あれか、僕だけか、寮が、寮生ってのが。二人とも自宅から。何通いですか？あ、通い通い通い。あ、通い。あ、そうか。じゃああんまり寮生のあるあるはできないですね。うん、俺の年が最後の、 あの学ランやったから。学ランと、あと学生帽。学生帽あったんですか？あったあったあった。カツオくんみたいな。あったよ。俺の一個下からブレザーになったんかな、はい、へえ。どっちがいいんすかね。いや、ブレザーの方がかっこよかったけどね。本当ですか。うん。学ランの方着てみたかったっすけどね。うん、確かに。それはあんまりでもかっこよくなかったの、色とか。あ、うん、あ。じゃあ、そうっすね。あるあるか。洛南あるある。え、サニーの時は男子校でした、まだ。男子校。あ、そうなんだ。で、僕らのちょっと上から、みたいな。俺が卒業した後の、新1年生がもう共学やったね。あ、そうなんだ。うん。へえー。そうそう。もう全部で、全体の1割もないぐらい。あ、そんな少なかったんですか、最初。うん。うん、そうそうそう。まあ、僕とかタケルの時は、クラスは、一応男子しかいなかったんで、まあ、ほぼ男子に近い存在でしたね、僕たちは。で、まあ、その分楽しいっていうのもありましたね。あったね、もう男子校でよかったよ。男子校は男子校で楽しいですよね、多分。最高におもろかったね。な、授業とかすごいっすよね。すごかった。みんなパンイチやったもんな。いや、あの、クーラーついてなかったから、初めの方とか。はい。あ、教室に。それはきついっすね。うん、兄の時はあれですか、休み時間とかあの地面で寝てました？ああ、うん、俺はやってなかったけど。やっぱ寝てました。寝てる人いてたな、新聞紙に。あるある、それもあるあるっすね。あるある、あるある。あれですか、そのまま授業入ってたもんな。売店ダッシュありました？売店ダッシュ、あの一限は3限終わって昼休みの時に売店までダッシュして階段降りてって、うん、ああ、地下の売店。はいはい。ああ、なかったか。いや、俺が高校3年の時に新しくできて、地下の売店が。あ、そうなんだ。食堂とかあんまり、うん、うん、覚えてないな。綺麗、めっちゃ綺麗かったの覚えてるけど。ああ、そう、毎回並ぶんすよ、売店に。すごい、うん、長蛇の列が。なるほどな。なんでみんなこう、なんすかね、授業、チャイム鳴るまでちょっと出ちゃいけないって言われるんじゃないですか。うん、だからみんな授業終わる、チャイム鳴る、ま、前に、うん、まあ、出口ですか、うん、教室の。あそこにめっちゃ並ぶんですよ。うん、まず。まず。走り出すんですよ。やば。それはあったっすね。へぇ。おもろいな。うん、何がある？練習とか。何がしんどかった一番。あ、洛南の練習ですか？うん。何だろう。当時、ね、僕あれっすわ。あの、ドリブルなしの3対3みたいなのあるじゃないですか。ああ、あるな。パスランのやつ。ある。あれもうマジで嫌いやったっす。あれえぐいな。あれええとやるもんな。あれ、あれきついっすよね。うん。うん、当時なかった、当時ラン。ありました、ありました。あった？はい。何週？3週っす。あ、3週やんな。はい。1週アップで3週やんな。ゾーン、あ、そんな感じです。そんな感じです。そうやんな。
はい、あれもきつかったかな、けど多分今ないっすよ。あ、なんであかんって言われて、なんかそういう観光なんで、うん、苦情来たみたいな感じで。ああ、来るやろ、その猛ダッシュしてたもんね。避けてましたか。避けてた観光客の人避けてたもんな、はい、なんか一回はショートカットしようって思いません？うん、よう何回かしてたよ。あ、してました。バレないんすか？いや、一回立ってた先生とか、あの違う部活の先生が帰る途中とかで、うん、で、なんか、はい、ゆうたろうみたいな、はい、村上サボってるみたいな、はい、先生に言うとこみたいなのあった。僕らの代のバレー部も、うん、あのバレて怒られてます、うん、ショートカット、ショートカットして。だいぶ楽っすもんね、ショートカット。ショートカットな、めっちゃ楽よ。ただ当時の敷地をあのまたぐからな。横切れますもんね。横切るもんな、うん、そうそう、あったな。あと何があったかな、当時。要は、いや、僕マジ当時ランが一番きつかったっすね。そうやんな。あと冬の 2.25 も 2.25 だっけ、シャトルラン、あのあれな、ウィンターカップ終わった後前じゃなかった、え、あの新学年とか、あ、その時だ、その時だ、あの先輩たちが、そうそうそう、あの3年生が引退して、まあ、僕らの練習見てくれるわけじゃないですか、アイドバイス、うんうんうん、その時に 2.25 で、まあ、1、2年生がやらされるんですけど、うん、3年生があのラインに立つんですよ、うん、でしっかり踏めっていうのを言われるんですよ。うざ、そういうのを友人はなんか3年生にしっかり見ろよみたいな、うん、言われて、でちょっとこう踏んでないと、あ、寺島踏んでないみたいな言われて、うん、吉田先生に寺島踏めって怒られて、うん、そういうのがあったっすね。しんどいな、 2.25。まあ、でもそれがなんか、そう、3年生にとってはもう本当に何ですかね、楽しいっていうか、うん、相棒なんかこうちょっとね、意地悪じゃないですけど、こう、そうやな、もう自分らも気楽やもんな、ウィンター終わって。あとあれだね、あの練習前に僕らこう 1,2 年生はやっぱ気張ってるじゃないですか、うん、とかでこれから練習だって時に3年生は引退した後なんで、うん、あの僕らの目の前でアイスが食うんですよ、練習前で。で、手足も食べるみたいな、うん、あ、でもお前練習じゃんみたいな、やめとけやめとけって言われて、うん、そういうことはずっとされてました。誰やそいつは。ほとんど先輩と話したよ。あ、そう、はい、気楽なるからな、やっぱウィンター終わると。あ、質問いきますか。そうですね、質問なんかあれば。質問あったら皆さんコメントください。テラシー、うん、大場くんの家に泊まりに行ったことありますか。あ、あるね。結構なってますね。あるね、何回かあるよね。うん、そのタケルのお父さんがすんごい面白い人で、うん、家族全員面白いんですよね、タケルんちは。だから家に遊びに行った時とか泊まりに行った時は本当に一日中楽しいですね。あ、そうだよ、はい、夜ご飯とか僕焼きそば食べたいって言ったんですよ、うん、そしたらなんかあのバンダナみたいなこう巻いてお店の人みたいに僕の前でこうやってくれて作ってくれて、お父さんが、お父さんが、へえ、お待ちみたいな感じも、すんごい面白い人ですね。もうザ・サカジンみたいな。3人の時はなかったんですか、あの寮生が、うん、自宅生の家泊まりに行くみたいな。あるあるある。それさよ。ああ、そういうことか。その時です。あったよ。おもたこ焼きしたな。やっぱやるんすね、大阪。うん。粉も食べさすっていう。あるな。そうそう、あ、それか。それです、それです。うん、量ある？質問これ。
なんか俺の遅れてるからさ、結構。なんだろう、何があるか。ハンナリーズとの練習試合で何か思い出ありますか、タケル？多分。俺？練習試合した？ハンナリーズと。あ、大学1年の時にやったわ。やった？それじゃない？その時3人いましたっけ？いや。いや。1年の時おるんちゃう？いますよね。うん。テルサでやりましたよ、僕。テルサ？あ、僕、サニーに挨拶行った気がするっす。絶対来てない、お前。行ってますって。絶対来てない。いや、行ってます。あ、嘘。テルサ？丸岡さんに連れてかれました。どうやったっけ？はい。まあ、洛南の先輩やって言われましたよ、確か。あ、そう、覚えてんよ。え、僕、サニーとの最初の出会いは、あの、洛南高校2年の時に、うん、サニーの等身でパネルあるんじゃないですか。うん。あれが洛南体育館のトイレの横に置いてあったんですよ。俺の等身大パネルか？あ、一台、一人だけ、ポンって。せやん。それでみんな見るじゃないですか。うん。殴るふりとかしとったやろ、お前。いや、してない。してないっすよ。そんな大先輩で。いやいやいや、ほんで。その時に初めて、ああ、あった。洛南でハンナリーズの選手いるんだって知って、うん。で、みんなめっちゃイケメンじゃん、みたいな。嘘、ええー、て、ええー、て。かっこいいみたいなって、そっから知りました。蹴ったりしてたやろ、お前。ヘッドロックはしたかもな。おい。俺やってやるもん。絶対やるもん、俺やったら。うわ、覚えてますね。それが多分初っすね。でも僕はですね、サニーとの初、あの、僕が一方的に知ってるだけですけど、サニーがプロになる前ですもんね。うんうん。平方な。はい、はい。そう、平方のクラブチームによく行ってて、そう。それで、クラブチームの大会で平方の体育館で試合したときにおったんな。そうそう、僕の父さんのチームと試合してたんですよ。うん、バーリー早かったです。まあな、楽なの練習のおかげやからな。サニーの一番早かった時の前世紀いつですか？いや、いつやろな、わからん。だって今でさえめっちゃ早いじゃないですか。うん。それでもまあやっぱ年重ねるたびに少しはこう落ちていくじゃないですか。だから前世紀とか絶対止めらんないですよね。いやでもなんか変わってない気がする、ずっとスピードが。マジですか。体力は落ちてきたけど、はい、なんか試合通してもう一ゲームずっと走れって言われたらきついようになってくるじゃん。あ、昔は それをずっとできとったから、スピード自体はそんな、トップスピードは落ちてないかも。取ってないんだ。あとコメントの中でこのサインは自分で考えたんですか、素直さんは最初の漢字のサイン覚えてますかって。そう、俺入った時もうサインなくて、はい、漢字書いとった自分の名前。そう、でも普通にあれですか、あのテストとかで書くような村上素直。そう、でも村上は省いとって素直だけ書いとったんかな。へえ。そう。で、なんかもうみんなに、はい、そう、サイン考えた方がいいよって言われて、はい、で、なんか何種類か兄貴と考えたりして、はい、で、出来上がって、それをずっと使ってる、多分。へえ、すごい、うん。結構最初悩みますよね、サインって。でももう持ってたやん、二人とも。僕は、タケルどうだったの？あ、僕のはもう、ただただタケルって書いただけです。ちょっとかっこよく。すごいやでもな、ちゃんと考えて。1分ぐらいでできましたよ。マジで？はい。なんで、ちょっともうちょいかっこいいのを作りたいんですよね。あ
やっぱり。サインな。自分はあれっすね。あの、小学校の時に、うん、お母さんがこう、音読のサインっていうのありました？そういう宿題とかで。ああ、あったあった。うん、音読した後に。はい、読んだ後にお母さんにこうサインしてもらいたいな。あったあったあった。お母さんが多分漢字をこう崩して書いてたんですよね。うん。寺島あって。うん。それを僕がなんかまあある時からこうめんどくさくなって自分で読まずにこうお母さんの真似してサインしてたんですよ。うん。それを今でも使ってるんですよ。じゃあお母さんのサイン使ってるってことかも。あ、そうです。多分お母さんにちょっと僕のサイン真似して書いてって言ったら多分本当にほぼ一緒のやつだ。あ、そうだ。シャーってできます、ね。だからそんなになんか考えることはなかったですね。もう、うん。なんかあるかな。今日はあ、じゃあサニーの引退後のバスケットスクールのホームページや SNS ってありますかって来てますよ。お、これは今ホームページは作っている構築している段階です。で多分7月1日に、あのホームページできるようにやってるんで、まあ、その時にホームページ、SNS は発信、配信するかな。じゃあ、なんですね。ね、まだ今作ってます。ぜひ、また呼んでください。いや、もう来てね。はい、いや、全然行きますよ。うん。迎えに行くから、車で。本当ですか？うん。よろしくお願いします。うん、帰りもご飯食べて帰ろう。うん。もうちょっとで200人。もうなんか俺のとこだとはずっと80人止まってんだよ。なんで？わかんない。タケル拾ってってちょっと。はい。けどね。じゃあどれやろう。もうじゃあバスケ離れますね一回。はい。好きなアーティストはいますか。あ、好きなアーティスト、うーん、どうどうえどうすか、僕っすか。りょうくんは。僕結構いるんですよね。なんか例えばナオト・インティエミとかめっちゃ好きでしたし、あ、ライブも行きましたし、あと最近だとあのヒッピーさんっていう広島の人なんですけど、うん、そのなんかそう、いるかもしれん、それ知ってる？あの、うん、この前ラジオでも流したんですけど、すんげえいい曲っていうか、なんかこう頑張ろうって思える曲流してくれるんで、へえ、はい、いつかなんかハンナリーズの試合とかハーフタイムに来てほしいですよね、そういうの。あ、そう、いけるんじゃん、はい、頑張ったら多分いけますね。直接連絡したいよ。うん。そうだね、確かに。ヒッピー？ヒッピーさん。ヒッピーさん。いや、もう YouTube とかでなんかいろいろ復興支援の曲とかも作ってるっていうか、なんか歌ってくれてて。すごいですね。サニーないんすか？いや、俺もなんかずっと好きっていうのはないな。なんかその時その時で、よう聴いたりハマったりするのはあるけど。うん、ですよね。ないんですか、ずっとこれは定期的に来るみたいな。何やろう。でもこの前久々なんかワンオクロック聞いてうわ、俺そういうのめっちゃこの曲聞いてたわとかはあった。いいっすね、素晴らしいっす。素晴らしいやろ。やっぱワンオクっすね。ワンオクやろ、ぶち上げやろ、はい、ぶち上げなるやろ気持ち。何聞いたんですか。な、でも、何やったっけ、完全、あ、はい、ドリーマーやったっけ、はいはい、とか、ぶち上げっすね。ぶち上げ、ヘビロテ、めっちゃ聞いてたなと思って、懐かしかったな。聞いてたんすね。うん。いやいや。タケルはもうワンオクだもんね。そうっすね。あ、
マーク好きなの？はい、めっちゃ好きっすよ。全然ぽくない、なんか。ライブ行きましたよ。うそ、まあ、飛び跳ねましたよ。マジで、はい、全然そんなキャラちゃうやん、お前。見てみたいわ。ギョレが飛び跳ねてんの見たいわ。飛び跳ねましたよ。うそ、頭、あ、振った。頭振りましたよ。漫画。マジで。すげえな。めっちゃしんどいっすよ。そう。何時間ぐらいある？2時間半ぐらい。ああ、そう。けど、その前に並ぶ時間がしんどい。待ち時間みたいな。入場待ちみたいなのがしんどい。なんかグッズとか持ってんの？持ってますよ。いろいろ。ちょ、見してよ。ガチやん。ありますよ。もう準備してんじゃん。いやいやいや。これとかね。ん？この、前一回、オーケストラの人たちとコラボみたいなしてたんですよ。うん。それの DVD です。そのライブの。バスケしてんの？そういうの。バレあ、バレスパイク、スパイク、違いますよ。おすすめなんで皆さん聞いてください。はい、じゃあそろそろ前半戦終了になって。早ない、ちょっと、まあね、これ通りやっていくと一瞬でしたね。一瞬やったな、はい、で今回の放送をサポートいただいている NKE 株式会社様のお知らせです。ちょっとたけるからありますんで。はい、ちょっと待ってくださいね。どこやったっけ。はい、本日のスポンサー NKE 株式会社さんは京都市伏見区の機械メーカーさんです。ものづくり現場を支援するための設備機器や生産ラインの自動機器や、オリジナル標準ユニットの設計製造販売をされています。NKE さんですが、実は、今日ここにいる3人も、出演したことがある FM おとくにはんなりきらりのスポンサーさんでもあります。で、まあ、今日はそのご縁もあって、スポンサーしていただくことになりました。これを機会にはんなりずもよろしくお願いします。さて、その NKE さんでは工場向け以外に、一般向けの僕らも買える商品も販売されています。今日はその商品をご紹介したいと思います。ですね、これが人工筋肉搭載の腰サポーター陽介くんというもので、今日はお二人もつけてくださってますか？はい、くれますよ。陽介くん。陽介くん、どうですか？すごい。陽介すごいね。軽い。軽いし、つけるのに、ほんと一瞬。うん、そうですね、つけるの簡単ですね。もうちょっと早く知りたかったな、陽介くんの存在を。そうですね。これいいっすね。うん。めちゃめちゃ楽。一回外してつけてもらっていいですか？誰？俺？うん、りょう。外します。はい。そうですね。2秒。もう。1、2っすね。2秒かかってないな。2秒かかってないな。うん。谷より早い。谷の足より早いなんですけど。お前ぐらいってことやな、じゃあ。僕より早いのが早いですか。で、そうですね、先日 NK さんの方に行かせてもらって付け方とか教えてもらったんですけど、医療機械の感じで腰痛を治すためのものではなくてですね、腰の負担軽減のためのサポーターだそうです。なんで、腰に負担のかかる作業をしている方とかには本当におすすめの商品です。うん、あれもですね、ゴルフとか好きな人も、ね、スイングしたときに
思いっきりいかないように、うん、なるほどね、これサポートしてもらえるんじゃないですかね。いいんじゃないですか。僕ゴルフしたことないけどいいと思いますよゴルフ量もしたことない。したことないわ。じゃあ全員したことないですね。したことない。ゴルフしたくない。でもゴルフしてみたいです。まあ、してみたいよな。はい、だから打ちっぱなしとかあるじゃないですか。うん、あれちょっと行ってみたいなと思うんですけど。ないですね。で、まあ、脱線しましたけども、行きましょう人工筋肉の交差してる紐がこのようにあるんですけど、これがなんと伝統工芸品の組紐というものを使っていて。これですか。そうそう、それですね。んこれは素材にもこだわっていて、それは京都で作られている組紐だそうです。すげえ。なんでメイドイン京都です、これは。で、まあ、デスクワークや、工場で重いものを持つ仕事がある方などは、NKG さんの陽介くん、ぜひチェックしてみてください。詳しくは NKG さんのホームページで紹介されてますので、チェックの方お願いします。で、今日はなんと、NKG さんからプレゼントがあります。僕らが今つけてましたこの陽介くんをサイン入りで3名様にプレゼントします。今書いちゃおう。ありがとうございます。これね、どこら辺に書けばいいんかな。これはもう今書くの。今書きますか。ちょっとペン持ってきますね。どこに書くんだろう。前のベルトのところが一番いいんじゃん。はい。音読のサインです、これ。ん？あ、音読のお母さんのサイン？あの、はい。はい。はい。これを、3名様にプレゼントします、はい、詳しくは今日の放送後に、京都ハンナリズ公式ツイッターでお知らせしますので、ぜひ応募してください。 NK 様ライブへのご協賛ありがとうございました。ありがとうございました。ではりょうくんお願いします。はい、NK 株式会社様ありがとうございました。ではここからは後半戦に向けて、たくさんコメントに答えていきたいと思うんで、コメントをください。多分ここから20分ほどコメントに答えていきたいと思います。20分でいいですか。なんか20、いやあれします。じゃあ別に今回インスタライブと違ってあれなんですよね、1時間っていう制限がないんで、最終回ということもあってちょっと拡大スペシャルということで。そうだな、伸ばしちゃいますか。うん、そうですね。今だしこの後も日曜日ですね。そうだ、自粛中やし。じゃあ20分延長しますわ、もっと。はい。タケルどんどん拾っとって、ちょっと待ってね。ていうかこれ普通に欲しかったっすよね。うん、欲しい。はい、陽介くん。陽介くんね、返さないといかんのか。サイン変えたからな。そうっすね。名前書いたら自分のものじゃないですか。確かに。タケル君どうですか。ではね、うん、ハンナリズの中で彼氏にするなら誰ですかって来てます。彼氏にするなら誰ですか。彼氏、
彼氏の。いや、僕いいっすか。どうぞ。僕普通に3人っすね。いや、もうええからそんな。僕聞くわ。普通。なんでなんで。理由は理由は？まず。え？イケメンなんで。いや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 。顔やん。顔で判断するゲーやん、お前。でも、な、今そういうことやんな。違うんすよ。僕、サニーとご飯行ったりしましたけど、うん、話とかめっちゃ面白いんですよ。あ、結構ミュージックの話ばっかしたけど。いや、あれはおもろかったな、マジで。確かに。タケルは？じゃあ。あれ、誰やん？彼氏。彼氏か。お父さんやったらすぐ出てくるんですけどね。お父さんは？慎吾さんでしょ。あ、慎吾さんはもうお父さんじゃないですか。慎吾さんかデイビッド。うん。そうやな。デイビッドは何でも買ってくれそうやしな。な。だってデイビッドの家になんかあのシューティングマシンあったっすかね。そう。子供が遊ぶような、こういう、なんすかね。あの、2つリングがついてて、あのよくゲームセンターにあるんじゃないですか、こう。あれのちっちゃい版みたいなのありましたよね。家の中に？はい。まして。一室丸々それで使ってました。下の人、めっちゃ迷惑じゃないですか。へぇ。俺誰やろう、彼氏やったっけ？彼氏ですね。おらんわ、マジで。彼氏か。彼氏じゃなくてもいいんじゃないですか、なんか。家族関係とかは。家族関係？ゆうすけさんかな。ああ、うん、兄貴。兄貴ですか。うん、いや、もうしっかりしてるやん。そうす、まあそうっすね、いろんなことを知ってるし、普通になんか何でも教えてくれそうやし、彼氏としては無理やな、ゆうすけさんは。細かそうやろ。なんかね、待ってくださいよ。はい。テラシーの髪型は何カットって来てますよ。これ大学時代からずっと変わってないんですけど、ブロック2ブローなんですよ。ブロック2ブロー入れて、うん、なんか名前は特にないんですけど、2ブロー入れて、後ろもちょっと長めのブロック入れるんですよね。うん、あとは、まあ、2ブロックな。はい。で、あともう、つくだけですね。すいて、うん。だから、名前を決めたらいいんじゃない？そう。フラッシュカットで。え？フラッシュカットで。あ、フラッシュカット？フラッシュカット。自分で言うのめっちゃダサいっすね。恥ずかしいっす、今。うん。びっくりしたわ、俺も、今。フラッシュカットか。うん。サニーも来てますよ、髪型。いつから髪型を今のように変えましたか、うん、その理由も教えてくださいって来てます。昔ちゃうかったっすよね。あー、あの、茶髪みたいなやつ。チャラい、チャラそうな。あー。いや、あれは、あのその時ブザービートやったっけ、はい、ヤマピー、ね、ヤマピー、はいはい、ヤマピーバリかっこいいやんと思ってて、はい、多分ヤマピーの真似して髪染めて、で、あのバンドみたいなつけてやってたけど、あの炎さんが来てから、はいはいはい、あの、まあ、茶髪とかパーマとかそういうのやめなさいって言われたから、もう次の日からやめてきた。うん、で、今の感じやったんですか。で、うん、短くしたり、ちょっと長くしたりしてるけど、そっから茶髪とかしてないな。ヒゲもなかやしないし。で、サインの時も洛南カットありました？あったよ。わぁ、やっぱりあるんや。
めっちゃあったよ。深層検査やろ。そうっす。あの、地獄の。うん。あったあった。坊主で持ちますからね、深層検査で。体操部とかめっちゃ落ちてました、坊主で。あ、坊主な、坊主伸びたやつで引っかかるもんな。あれよくわかんないっすよね。うん。坊主先生によって違うやん。まあ、そうそうそう。そう。だからいい、あの、甘い先生にはめっちゃ並ぶからな、はい、みんな。ああ、確かに。あ、そういう感じだったんですか。そうそう。いろんな先生が立ってて、はい、そこに並んでみたいな。僕ら教室に来ましたよ、先生が。あ、嘘。だからなんかこのクラスごとに先生が割り振られて、うん、へえ、そうそう、当たり外れの先生おるやん絶対。ありますよ。俺らの時は体育館に先生並んでて、はい、でその後ろに並ぶねん、で先生の前に行ってこうやってやって、はい、あ、オッケーオッケーみたいな。あ、で軽い先生はもう全然めっちゃ長いのに、はい、オッケー言うたりする先生はドゥーワー並ぶ後ろ。あ、分かれろ、こっちも来い言われて行って落とされてるやつとか。餌に落とされたことあるんですか。うん、ある、へー、あるし、そのなんか一回俺、おかんに切ってもらったことがあって、髪の毛、はい、家で、はい、で、もうすきばさみでもうザクザクいかれてで終わったらもうめっちゃやばい髪型だった時があってそれは落とされた。あ、ちゃんと切り直してこいって。厳しい人ほんますごいですよね。厳しかったな。たまに吉田先生来るんですよ、それで、うん、担当で、うん、めっちゃ嫌だったっすもん。落とされたもんな俺。うん、確かに。もうなんすかね、こう歩いてくんじゃないですか、うん、で僕らの教室の前泊まった時にもうみんなバスケ部うわって、うん、ああみたいな、あー落ちた練習なくなることなかった。あったっす。怒って怒ってっすか。あった、 ありましたね。何度もあったっす。あったよな、はい、俺1年の時にさ変な髪型してきて、はい、1年生3人ぐらいで、でなんかその時ここちょっと坊主で、はい、ここだけちょっと伸ばすみたいな流行ってたやんか。ああ、はい、ちょっとここちょっと坊主でここだけ伸ばしてみたいな、はい、それやってきたらもうブチギレされて、はい、で俺1年の時やったかな。ほんじゃあの竹内康介とかジョージさんとかおったやん、うん、でその人らも練習なくなって俺のせいで。あ、サニーがやったんですよそれ。俺とあと2人ぐらい1年生の人っていうやつでやって、はいはいはい、もうそんな髪型すんだったら練習せえへんってなって、はい、もう大事な大会前に、はい、俺らのせいで3年生の試合、あ、練習なくなって、みんなで謝りに行くっていう。うわ、あったよな。ありましたね、先生怒って帰るやつ。それはありましたね、確かに。なんでその髪型したんですか。ちょっとはやっててん、その髪型が。ああ、そう、すごい昔はやっぱすごいっすね。うん、タケル落とされたことある。ああ、髪型はないかな。あの、バッジがあったんですよ、あ、裏の時なんかクラスの何、僕は10組とかやったんですけど、うん、10って書いたバッジがあって、うん、それも検査対象、あ、つけとけって。あ、そうそうそう、で忘れるんすよ、うん、だからそれで落とされたりとかありましたね。へえ、バッジなんかなかったもんな、学年やったし。だからバッジなんかもう一個買えるんすよ、なんかその事務所みたいなとこで、うん、だから買ってもう3つぐらい持ってました僕。忘れても学校でつけれるように、あ、学校に置いてました。なるほどね。あとは
じゃあ一旦初めてハンナリーズのユニフォームを着て試合出た時の感想を教えてください。はじめみんなみんな行きましょう。うん、じゃあ僕から行きますか。どうぞ。僕はそうっすね、あっこなんですよね、三遠戦やったんで、年末の。出た時、寮からパスもらってスリー打ったんですけど、全く覚えてないです。へぇ。たぶんもう、そのシュート、だパスもらうまでは覚えてるんですけど、うん、気づいたらもう、ボール跳ね取ったスリングの上で。覚えてないんや。覚えてないです。へぇ。でももうそのシュートのあの感覚とかあるじゃないですか、入ったらなんか、うんうんうん、あれがなかったですね。もうわけわかんなかったです。って感じでした。あと、どこは？量は？うわあどうだったかな。でも本当になんか最後の一瞬じゃないですか、40秒とか。うん。三遠戦よ。もう本当にそうっす、三遠戦。なんだろう、まあ、39分ぐらいずっと座ってるわけじゃないですか、ベンチに。うんうん、全然体動かなくて、うん、なんか、なんすかね、自分の思い通りに体動かないっていう印象がすごかったですね、その時は。あ、まあ、でも、ユニフォームその着て、コートに立った時のその声援、ファンの、うん、もう本当になんか、今までにないぐらい嬉しかったっていうのは覚えてる。うん、サニーはどうですか？俺も残り何秒とか1分何秒ぐらいで出してもらったのかな、初めては。そう、でその時ホームやったから歓声もすごかったし、うんうん、で、ね、初めてみんな自分のプレー、そのホームの京都のブースターに見せるとこやったから、まあでも1分ぐらいかで点決めたんちゃうかったけど、ドライブして。マジですか？すごい。多分。すごい。で、わーってなって、でも、うわ、すげえなって思ったし、やっぱ声援もすごいやん、ホームやから、うん。そう、でも、俺もあんまはっきり覚えてないよな、そっから。そうなりますよね。うん。確かに。あれ、ほんまに覚えてないですね、僕。うん、でも初得点の時とか結構覚えてますよね。うん、と点取ったのは覚えてるけど、なんか一番嬉しくないですか、初得点の時って。うん、レイアップやった方が多分。僕フリースローなんですけど。あっええやんええやん。それさっきコメント来てましたよ、そういえば寮のどうやったっけな、あのサニーが頭叩きに行ったじゃないですか。ああ、待って、写真あるわ。え、頭叩きに行った？いや、違う。量がフリースも決めたとき。うん。これ？あ、これじゃない？これじゃない？あ、そうそう、そんな感じ。おお。これ、俺、ハイタッチだと思ったんですよ。あー、ごめん。噛み合わなかったですよね。あ、そう、ハイタッチだと思ったけど、俺は、胸ポーでやりたとこ？はい。うわぁ、全然、めっちゃ仲悪いやん。そういう意志さがあるっすよね。うん、いや嬉しかったね、俺めっちゃ。あ、うん、いやめっちゃ嬉しかったっす、この時。でも緊張したっすもん、この時マジで。あ、そう、うん。そうか。今日は。これ。拾うの難しいっすね。学生時代毎日自主練してましたかって来てますよ。洛南時代してました？しまくり。マジですか？しまくりとか、なんか、あんまり緩くて、9時とか10時ぐらいまで体育館使いとって、練習終わるのなんか6時、7時なんか、はいはい、そっからもう永遠と1対1したりとか。なんか2対2やったりとか、
そう、帰んのだって12時ぐらいとかあったもんだ。マジですか。うん。で帰りに京都駅のマクド寄ってとか。あ、そんなやってたんですか。うん、なんか自主練っていうか遊びでな。遊びで、うん。量、うん、は、まあでも大体8時に終わって寮生だったんで、すぐもう帰るっていう感じだったんですか。ご飯の時間とかあったもんな。ご飯の時間とかあって、うん、あとお風呂とか結構混むんですよ、その時間って。うん、一目散に帰ってましたね。なんか、そうっすね。お風呂は先に飯食う前に入りたいタイプだったんで。ああ。帰ってたっていうのもあります。寮生は割と早く帰ってたな、そう。はい、僕、通いですけど、すぐ帰ってましたね。ダメだ。たまにはやってましたよ。わ、京阪？僕、近鉄っすね。近鉄？はい。え、どこまで行こう？新田辺っす。ああ、JR に乗り換えっすね。ああ、なるほどな。近鉄もやったんで、僕。え、どこで降りるの？ JR。JR っすか？うん。長尾っす。あ、長尾。そうや、そうや、そうや、長尾か。わかるね、わかる。枚方の方が遠いんですよ。あ、そうなの？地域まで行く方が。うん、ほぼ京都人なんで、僕。長尾か。そんなみんな自主練してたんですね。うん、遊んでたら自主練中。プールも入ってたわ、終わってから。ああ、懐かしい。うん。それは、パワータイで。確か入ってましたね。うん。もう怒られたよね、俺ら。そうだっけ？なんか、使ってたら、吉田先生入ってきて。ああ、あったかも。何してんねんみたいな。確かに、それは。マジで？まあ、なんか怒られた気がする。確かに。昨シーズン、出た試合のベストパフォーマンスはどの試合ですか、皆さん。サニーどうすか。ベストパフォーマンス多分初戦滋賀やったかな。はいはいはい。多分滋賀戦やっけ、やんな、多分。開幕戦ですか。開幕戦。そうっすね。うん。で、そう、俺三河行ってたし、はい。で、まあ、京都帰ってこれて、一発目の試合、はい。公式戦、開幕戦かやったから、もう結構気合入ってて。で、気合入ってたけど、変にちょっと肩の力をこう抜けたっていうか、うん、結構調子良かったっていうか、なんか、すごい印象に残ってる。帰ってきて、初めての、はいはいはい。あれ覚えてますわ、開幕戦。3ピリ終わりかな。うん。サニーが突っ込んでいって、KJ にパスして。ああ !KJ が3、うん、決めたやつ。あれ、僕もめっちゃガッツポーズしましたよ。うん。テレビで見ながら。あ、そっか、テレビか。そうっす、僕らまだ。あ、そう。学生でしたから。うん。そうそう、あの試合かな、なんか。なるほど。また帰ってこれた、みたいな感じもあったし。ああ。うん。あれ、すごかったっすね、あの試合。まあ、重かったな。めっちゃ面白かったっす。うん。多分、量は見てないですけどね。量は見てないよ、そんな。リーグ中じゃん。えリーグ中じゃない。そうやな。リーグ戦10月ぐらいでしょ。忙しかったんですよ。見るよ。ますけど。ああ。移動とかでめっちゃ見てたわ。ああ。でも、結構、試合終わった後とかに気にしてたね、結果とかも。その時から一応、判断行くのは決まってたし。だから、ちょうど連勝中、うん、あの時とかもすごい嬉しかったですね。最初出て。え、出て。量はええわ。
いや、話戻りましょう。話戻る、ごめんごめん。はい、今日は俺は、川崎とかですかね。ああ。あれはもうなんか、やっぱ格上のチームっていうイメージがあって、川崎は。うん、なんだろう、あんまり正直自信がなかったんですけど、うん、で結構アウェイだったし、それでああやってなんか本当に勝てたことがすごい嬉しかったっていうか、うん、初めてのなんか新鮮でしたね、あの人数体感で、うん、あのアウェイの中で勝つっていうのがすごい気持ちよかったですね。なるほど。タケルは？これはもう富山戦ですね。富山戦な、爆当たりしたもんな。のゲームは。なんか、そうっすね。なんかやっと仲間入りできたみたいな感じでしたね。負けましたよ、うん、試合は。うん、ああ、負けたか。そうっす、そうっす。あれやろ、1分で13点ぐらい取ったやつだろ、お前。あ、じゃあね。マグレビじゃないですか。でもその勢いやったよな。そんなこと。でも結構すごい短い間で、うん、何だった ?5 分ぐらい12分ぐらいですよ、12分ぐらいで10点。あ、そうなんだ。はい、あれは良かったですね。うん、めっちゃ嬉しかったもん、俺も、うん、大喜びしてたから俺。それも嬉しかったっすね、めっちゃ、うん、後から映像を見て、うん、慎吾さんとかもなんかめっちゃガッツポーズしてくれとったから、そう、めっちゃ嬉しかったっす。子供が活躍するみたいな目線やからな、慎吾さんが。お父さんやから、あの人は。お父さんやから、ね、うん。あれっすね、やっぱり。とは。要はなんか、拾って。寺島くん。吉田先生の話になるとテンション急に下がるなって書かれてんで、やんだ。いやでもね、なんだろう、結構こっち来てから吉田先生と会って、なんだろう、練習とかも行ってるし、うん、なんかご飯とかも連れてってもらったりして、すごいなんか本当にこんな優しい人だったんだって思いましたね。違うよな、やっぱ現役の時。全然違うですね。なんか現役の時はなんでこんな怒られるんだろうとか思ってたけど、うん、この経緯が後々教えてくれるんですよね、結構。うん、ご飯食べてるときとかに、お前はこうして、こういう選手になってほしかったんだみたいな感じで、うん、なんか、あ、こんな考えがあったんだみたいな。すんごい本当になんか、あ、吉田先生のとこで教わってよかったなって、そのとき初めて気づくんですよね。うん、後はから。多分見てないと思うで、この YouTube。でもそんなに、よいしょしても。あ、本当ですか。いや、でも本当にこれ事実なんですよ。わかるわかる。はい。なんか、うん、だから、これからもたくさん洛南の練習行ったりして、うん、なんかいろいろ、吉田先生と話したり、たくさんしたいと思いますけどね。うん。吉田先生とあと何年ぐらいですかね、定年まで。いやー、でももうそろそろ。そろそろっすよね。かわいい子やろ。うん。そうそうそう。あと僕、教育実習でもお世話になってます。あ、戻ってんのか。はい、担当の先生が吉田先生で。へぇ。すげえな。めっちゃ優しくしてくれたっすよ、その時も。そう。はい。吉田先生と対談してくださいって聞きますよ。これはどうすか？誰ですか？サニーですか？サニー。いや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 、りょうくんやろ、それは。いや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 。で、この3人プラス吉田先生。ここに。うん。レインちゃん、ちょっとあの時の裏話とか。ああ。面白そうじゃん。そうそう、そう面白そうっすね。うん。逆に、俺らはこう思ってたでみたいなもん。ああ。腹割って話す感じですか。そう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 。楽しそうっすよね。うん。それ面白そうやな。うん。いや、向こうが OK してくれるか分からんけど。多分無理っすね。無理やな。でも、この前あるじゃないですか、KBS の。僕ら、ああ、コメント、まあ、で、うん、出てくれたじゃないですか。うん。あれ、俺の時、してくれへんかったんやな。そう。まだ許されてないんちゃ
僕そんな怒られた記憶ないんですけどね。それちょっと楽しみやな。楽しそう。うん、やってみたいですよね。うん、確かに、ちょっとそれは、やってみたい。サニー、昔公式で対談してたんですか？吉田先生と。あ、一回やったかも。覚えてはる人いますよ。うん。めちゃめちゃ緊張したわ。それは緊張するっすよね。うん、全然、夜ご飯食べに行くときとかの感じじゃなかった。あ、俺もきちっとしてたし。うん。そうだった。サニーに来てますよ。一番印象に残ってる外国人選手って誰ですか？難しいそれ。一緒にやってますもんね、いろんな人と。うん。でもやっぱ初めの方で、ね、言うと、ラウフっていう人かな。ああ、そうです。アブドゥル・マクムード・ラウフっていう。いますよ。知ってる？なんか、めっちゃうまい人っすよね。一番うまかった。今でも。あ、そうなんですか。うん。NBA に9年ぐらいいてたし、今でもその YouTube とかで動画上がってるんやけど、その、うん、ラウフの。すごいもん。マジですか？すごい。普通に今いてても B リーグに、うん、めちゃめちゃ活躍すると思う。そんなすごいんや。そう、そのラウフと一緒に練習とかできてたの結構でかかったな。楽しかったし。え、何年ぐらいいたんですか？2年。2年ですか？うん。かな。そう、すごい選手いてたよ。それは結構印象にあるね。ジュリアンとかにもうまかったんですか？まあでもタイプが違うか。違うし、身長も俺ぐらいやったから。あ、そうなんですか？そうそうそう。よりはちょっと大きい。周り系ですか？うん、そのアウトサイドで1対1とかしていく感じですか？うん、でもシュートめちゃめちゃうまくて、タイミングとかピックの使い方とかもうレベル違うかったよ、マジで。うん、NBA ってすごいんですね、やっぱり。すごい、もうその、うん、ラウフ一番すごいな。レジェンドって来てます。うん、バッツと仲良かったね。ん？バッツと仲いいですよねって来てます。バッツと仲良かった、うん。あの人めっちゃいい人っすよね。めちゃめちゃいい人、めっちゃ陽気やし、うん、富山で喋ってんの見たけど。そう、めっちゃ仲良かった。確かにめっちゃ仲良かったな。ご飯もよく食べに行ったし。両ある。このミニバス時代全国に行きましたかってので、みんなどうだったんですか？俺行ってないですけど。うん、僕も行ってないです。決勝で負けたの。ああ、それ勝ったら全国やったのか。へえ。僕らの時4校枠ってなったんですよ。うん、あの4つ以上の小学校から集まっちゃいけないみたいな。ああ、それで僕らその6年生8人って8人全員違う小学校だったんで、うん、行けなかったんですよ。何それ、ね、寄せ集めもええとこやん。短いぐらいじゃないですか、ね、全部小の、ね、1年生から合わせたら。洛南でレギュラーになったのはいつですか？レギュラー、
俺、リーフォーもらえたんは2年の時。1年の時は、ちょっと応援席で応援してたから。量はもう俺、ユニフォームはなんだかんだ、もう本当に、そのギリギリっていうか、まあ、1年生から一応、出れないけど、もらってベンチは。僕は3年っすよ。まあ、怪我が多かったんで。あ僕、3年間のうち、半分は怪我すからね。どんだけ怪我すんのどこ大きな怪我したの？いろいろっすよ。肋骨にひび入ったりとか、捻挫、あとは腕の骨折。足よ。それ3人知らないっすよね。あの、僕がダンクミスって骨折したっていう話。クソダサいやんけ。いやもう、自主練習っすよ。玉木やん、それ玉木やんけ。自主練中に。そうす。結構、タケルのその、そういう系の話、僕、好きなんですよ。ああ。排気胸になった話も好きで。ああ、そうそう。なんか、結構、ウィンターの大事な時期に、排気、なんか、授業中、肺が痛いって言ってて、うん、保健室で見てもらったら、筋肉痛、うん。って言われて筋肉痛？そう、それで、うん、その日練習したんですよ、だけど、うん、でもめっちゃ痛いっつって病院行ったら肺に穴開いてるって言われて筋肉痛って言われたよ、筋肉痛って言われたな、よね、で、なんかで、ほんまにウィンターカップの10日前とかなんですよ、うん、10日前ぐらいになんかもう階段登るのも息苦しくて、怖っ、で、帰って近くのちっちゃい病院行ったら、うん、すぐに大きい病院に行ってくださいって言われて、うん、行ったらなんかもう肺がもうこんなになってたんですよ。これどういうこと？こんぐらいちっちゃってたの？はい。本当に。あの穴開いて空気が抜けて、うん、片方の肺こんなになってて、もう片方はどのぐらいの大きさ？もう片方も普通のあれですよ、肺の大きさこんぐらいじゃないですか？こんぐらいやろ？こんぐらい。でもう片方は？もう片方こんなん言いすぎやわ、それは。ガチっすよ。ほんまにほんまに。マジで。よく言ってましたねって言われましたもん、僕。手術？手術っていうか、その、なんか、ここの脇の下あたりに、のチューブみたいなの入れて、うん、で空気を送っていくんですけど、うん、僕、で、それ、僕退院したん、ウィンターカップの試合の前日っすもん。前日に退院して、うん、そのまま東京行って、うん、でもそれもなんかもうずっとチューブ入ってて、うん、退院する5分前ぐらいに、うん、もうちょっと抜いてやばで、その状態で東京行きましたからね。マジで、はい、それからはない、その肺がこんなになることはないっすね。一回は泣いたんで、もう多分大丈夫じゃないですか。逆の方がない。逆の方、うん、だからその片方がもうしぼんでるときに、うん、逆側もあなんかあったら、もう息できないんで。うん。もう危なかったよ。はい。そうですね。まあ、怪我は僕多かったですね、本当に高校の時は。ほとんどあのなんすかトレーニング器具のとこいました。あるな、まあそこな、うん、気まずいな、コールなんかみんな頑張ってんなと思いながら見るやんな。で先生があの休憩入ったら先生が降りるじゃないですか、教官室に。うん、そのタイミングでなんかやってる感出して。あ、わかるわ、トレーニングは。わかる。それがずっともう中の練習見て、先生来ると思ったら、うん、一人でマット引いて腹筋してましたね、うん、5回ぐらい。俺休んだ時は捻挫とかで、その器具置いてるとこじゃなくて、先生が見てるベンチあるやん、はい、吉田先生が見てる、はいはい、その横に、うん、あのマット置いて、お前はサボるからここでやれって言われて
そこでもう3時間ぐらい永遠と腕立て、背筋、腹筋、ローテーション。やば。やばかったよ。たまに見てくんね、この人。ちゃんとやれよ。バキバキになったもん、それで。3時間っすもんね。うん。いや、器具のとこ入れれただけマシよ。え、あれとかありました？あの、陸上部の方のウェイトルーム行って。あ、うん。あれだとあれじゃないですか。バレないじゃないですか。何しちゃっても。寝ててもバレないじゃないですか。うん。あれとかありました？やってました？それはあんまりなかった。ああ、そう。うん。じゃあ人による。うん、ああ、その陸上部のとこ行ってこいって言われるやつもあるし、俺の場合は多分サボるかな知らんけど、お前はここで腹筋背筋しとけんだ。なんで俺だけやねんって思ってたよ。それ地獄っすね。うん。あるかなと。そういうのなんか、寮次行かんでいいの？そうなんだよね。もう延長しすぎて、今回。次って？次ってもう進めちゃうってこと？ああ。うん。そうですね、じゃあ、もう行っちゃっていいですかね、次。まあ、その後にまた。ある時間、もう一回。うん？もう延長すればあれ。まあそうだね、じゃあ一回、そうだね、やるか。たくさんのコメントありがとうございます。今回の放送をサポートいただいている NKE 株式会社さんの紹介です。本日のスポンサー NKE 株式会社さんは京都市伏見区の機械メーカーさんです。ものづくり現場を支援するための、整備機器や生産ラインの自動機及びオリジナル標準ユニットの設計製造販売をされています。先ほどは NKE さんの腰痛防止サポーター陽介くんを紹介しましたが、この他にも今回コロナの影響でマスクや手洗いとか生活上のいろんなことに気をつけていると思いますが、こまめな室内の空気の換気も結構重要だそうです。その室内の換気状態が見える装置を NKE さんが販売されています。じゃあ詳しくは大場くんお願いします。はい、それがこれですね。CO2 連絡っていうものです。で、普段気にしている方は少ないかもしれませんが、まあ、その窓を開けずに閉め切った状態で、人が何人かいると、二酸化炭素の量が1時間ぐらいですごく増えてしまうそうです。で、それがね、こう、僕もびっくりしたんですけど、見えるかな？こんな感じで、なんていうんですかね。換気しなかったら、この眠気とかが来るようなレベルまで、上がるそうです。で、それを、その教えてくれる、このタイミングで換気してくださいっていうのを教えてくれるのがこの CO2 連絡というものです。で、これからの時期、まあ、暑くてクーラーかけることが多くなると思うんですけど、冷暖房機では換気はされないみたいなんで、しっかり窓を開けて換気しましょう。で、これがね、なんかネットにつないで、この、こういう感じでね、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで、あ、見える？見えへん。何にも見えませんね。なんか見えへんかな。あ、ちょっと見える。ちょっと見えた。これどうしたらいいの？ずっと置いてたら見えるじゃん。ずっと置いてたら見えるですかね。あ、来た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 。こんな感じで、
熱中症の警戒レベルとかも、あの、分かるそうなんで、そのなんか、ね、事務所とか、別に家とかでも全然いいみたいなんで、体育館とか、あの、気温とかもこれ出るんで、熱中症にならないように、あの、そういう、何ですか、あの、報告が来るそうです。これを置いとくだけで。なんで、まあ、今、あの、NKさんのオンラインショッピングでキャンペーン中だそうで、お安くなってるので、皆さんぜひ NKさんの、こう、あの、ホームページの方に行ってみて、チェックしてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます。あと、先ほど、紹介になったこれを、ですね、プレゼントの応募方法は、今日の放送後に、京都ハンナイズ公式ツイッターでお知らせしますので、ぜひ、ご応募お願いします。お願いします。お願いします。NKE 株式会社様、ライブへのご協賛、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、これからは、京都ハンナリーズのグッズ紹介です。出ました。はい、今日のチャリティーライブの思い出に、ぜひ京都ハンナリーズの公式オンラインショップでお求めください。今日ライブで参加した選手の T シャツとフルカラーマフラータオルです。持ってますかね、皆さん。これですね。そうですね。ちょっと僕なんかこれもらってないんですよね、まだ。え？渡されてなくてですね。T シャツが2500円。これですね。はい。で、マフラータオル持ってますか？これを。うん、はい、マフラータオルが2000円です。両方今セール中です。で、あとチャット、天の声さんから来ましたよ。量のは売り切れてるそうです。あ、そうなんですか。おお、だからないんか。さすが。そういうことなんだ。やっぱ違うわ。すいません。さすがっす。ありがとうございます。買っていただけて嬉しいです。で、そうですね、公式オンラインショップではただいま村上選手の引退記念のフォトブックがなんと、1000冊販売していたんですが、もうすでに完売しました。ありがとうございます。すがっすね。いや、少ないんじゃないですか。少ないですよね。うん、やっぱり 1万冊ぐらい、1万冊ぐらいかな。うん、吸っていただかないとやっぱり。はい、ね、そうですね。で、6000円以上のお買い上げで送料無料のキャンペーン中ですので、ぜひお買い求めください。お願いします。お願いします。はい、そしたら、今回トークいきます？そうですね。か、まあ、先にスクショタイムっていうのがあるんですけど、これはどうしましょうか。最後にしますか。うん、ですね。じゃあ少し、もう少し延長して、スクショタイム、後にしましょう。最後、うん、最後にしよう。しましょう。じゃあ時間決めましょうか、ちょっと。どうしますか？なんか、あるかな。とりあえずコメントたくさんいただければ。うん、時間見てそれまでやるんで。素直さんは全く怪我がなく現役時代を送られましたが、秘訣はありますかって。いや、でもその何ヶ月とか、その靭帯切ったとかの怪我はないけど、何週間レベルの怪我やったらいっぱいしてるんで。あ、そうなんですか。うん、まあでもね、
そのちゃんとトレーニングしてもらったトレーナーの方とかに前でお世話になった、そういう人のおかげじゃないかなって思いますけどね。なんかしてたこととかないんですか、ストレッチと。特にこれはめっちゃしてたとかないかな、ストレッチとかは。でもまあ、あんなプレイスタイルやし、いつ、ね、膝の靭帯やってもおかしくなかったけど、一回も切ったりせずに。すごいっすよね。よかった、それは。マジで、ちょっとほんまに思うんですけど、サニーとリョウが、用意ドンで走ったらどっちが速いんですか？絶対サニーっすよ。いや、リョウやろ。いや、いや普通に、練習とかで5対5してても僕結構追いつけない部分あるんで、いやいやそれ俺も思ってるよ。いやあと 2.25 あるんじゃないですか、ランメニュー。あの時もサニーの横で走ったんですけど、多分サニーの速いなって自分で実感しましたもん。いやなんですかね、走ってみて分かるっすもん、なんか体感で、あこれがサニーには勝てないなって。マジで速いもん。そうなの、サニーの速いですね。俺はお前の方が早いと思うけどね。いや、やめてください。余裕で結構これマジで。いや、スピードは多分負けますね、普通に。体とかだったらまだ勝てるかもしれないですけど、スピードは確実にサニーの速いです。うわ、ありがとうな。企画でやってほしいって来てますよ。用意ドンで。いやいやいや。5年後やりましょう。サニーが衰えた時に。今でももう語れへんけど。企画でやってほしい。2.25 ってどんな練習ですかって。でサニーやってもらいますよ、2.25。2往復と、半分。そうですね。あ、半分ってか、半分の半分か。行きの半分です、これを10本とか、普通に大学時代も高校時代もありましたね。しんどいよな。6本目ぐらいが一番きつくないですか、10本のうち。わかる。逆になんか、あと4本あるのか。そこで、妥協するか、そうなんですよね、頑張るかでやっぱ違うな。9本目、10本目はなんか気持ちでいけるんですよね、最後は。もう終わりやしな。逆にちょっと早なったりするな。そうなんですよ。もう嬉しなってきて、なんか。これで終わるみたいな。そうやん。どっちの前がいいっすね。わかるわ、それ。あ、もぐもぐタイム、準備してる？忘れてた。一昨日話したんですよ、たけるに。タイムタイム。ちょ、たけるなんか食べといてよ、みたいな企画で。ちょ僕ら気づかないふりするから、なんかこう、食べといてみたいな。でも、忘れたらしいです。それはまた、また何かの機会でやります、じゃあ。インスタライブって俺一回やってみたいんやけどな。やったことないし。全然わからん、俺、インスタライブ。量わかるやろ。めっちゃやらされてやらされてね、やってます。いや楽しいですよ、インスタライブ楽しい。はい、なんか何回やったかな、公式で3回ぐらいやったのか。3回。重いやん。だからぜひよっさん3回かな。でもなんかそうっすね、インスタライブは結構面白いですね。あ、いっぱい来てる。インスタライブまたやります。頑張って。今日は洛南選んだ理由って何ですか？洛南選んだ理由、俺は兄貴が洛南やって、はいはい、そう、6歳上に兄貴おって、そういうも洛南で、で、中学校のその、オールスター、ジュニアオールスター、はい、あの選抜みたいな、その時に、
見に来てくれて、で、まあ、お兄ちゃんも行ってたし、弟のお前もおいでみたいな感じで呼んでもらった。うん。だからもう、そう、他行く気なかったし。あ、もう洛南だけ。うん、週2ぐらいからもう決めてた。早っ。うん。量は僕は、伊藤淳也さんっていう先輩がいて、その人が地元が近くて、で、ストリートコートで出会って、で、明確課長来なって言われて、明確課長行って、で、その人が洛南行ったんで、自分も洛南に行ったって感じですかね。で、あと、伊藤達也さんとか、あ、なんですかね、その時もお手本にしてた存在なんで、うん、その人追いかけるっていうか、かぶんないですけど、年的に。うん。けど、なんか、その達也さんが学んだバスケを自分も学んでおきたいと思ったんで。おお。で、大学も東海行ってみたいな。へぇ。達也さん、京都来たじゃないですか。うん。自分も今、京都っすね。ってことは？いや。ってなるから、やめとけよ。なんだうん、そう。もう、そういうことだから、僕自身の、ちゃんとした。あ、今からはもう。もうここからはもう、ね、量の意思で。いや、びっくりした、ちょっと。でも、途中で話してて、なんか、うん、あ、やばいと思った。途中でやばいと思った。途中で、あ、と思った。ここからは本当に僕の意思なんで。どうぞ。僕は、僕、ジュニアオールスター入ってないんですよ。あ、そうなんや。僕、落ちたんですよ。うん。え、それ、ま、は入ってたの？ですか？いや、入ってないです。四川抜大阪府選抜入ったことないです。あ、地区までは行きました。中川地選抜みたいな。あ、そう、北川地です。北川地か。はい、で、あれ、いつやったかな。比江島さんが、うん、3年生かなの時に、うん、大阪インターハイ、なんかその辺であったんですよ。うん、で、それ見に行って、で、まあなんか、それで洛南かっこいいってなって、うん。でも洛南行きたいってなりましたね。で、まあその後いろいろ、まあいろいろな縁があって、うん。行くことになりましたね。だから僕一番下やったんで、その立場的に、うん、同期12人ぐらいいるじゃないですか、大体、うんうん、だ僕だけジュニアオールスター入ってなかったんで。ああ、もうそうなんだ。そう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 、珍しいよな、周り全員入ってるって。そうっすよなあ、すごいっすよなあ、すごいな。僕らの同期4人、5人か今 B2 にも昨シーズン2人同期が入ってたんで、うん、だ結構珍しい学年ですね。ああ、多いな。はい。すげえ。僕、洛南のスタートで出たんって2試合だけですね。3年。怪我しまくってて。怪我しまくってて。近畿大会すごかったよね。3、5分の5じゃなかった。あ、そう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 。あれね、あれ3人来てたんですよね、あのインターハイ予選、僕らの時の。ん？横尾寺？横尾寺っす。横尾寺だったっけ？横尾寺。負けた時とか。行ってた。京介さんとかと来てたっけ？うん。行ってた。行ってたけど、もう途中最後、もう残り何分で帰った。そう、30分くらい空いてたから。うん。確かに。終わってから先生に挨拶していこうかなと思ったけど、うん、ちょっと行かれへんなと思って、はい、スタスタって帰ったけど、あ、そっか、おったもんな、その時。そうそう、その時っすよ、僕ら。うん。で、その2週間後に勝ったんですよ、東山に。近畿大会で。あの試合見に来てたんだ。そうそうそう。なんかで見たんですよね、それ、その情報。炎さんと、ヒカルさん、うん、コウスケさんと、4人で見に来てたみたいな。うん、そうそうそう。一番、
苦い思い出っていうか、その試合が今でも忘れられないですよ。その試合な、そこで今練習してるんじゃないですか、僕ら横路で。うんうんうん、時々思い出しますもん、あれな。あ、はい、ショッキングやった俺だいぶ。2面あって、うん、奥のコートで試合したんですよ、あの、うん、してたな。だから奥のコートでシュート打ってたりするとたまに思い出すわ。一人で悲しかったんですよ。でも俺ら京都インターハイやったからラッキーやったな。あ、そうです。どっちの幸いです。そうかそうかそうか。2位でも出れたんで。うん、2枠ね。洛南の時のベストゲームとかあるんですか？ベストゲーム、そうやな、でもインターハイの時に森岡南ってとことやって、はい、今川村、あ、はいはいはい、三河のチームとやった時に、もうその時もすごかったから、はい、でめっちゃ競ってて最後川村のシュートがスリーポイントが入ってたら負けてた試合があって、あいつが外して勝ったみたいな試合があって、うんうん、その試合は結構おもろかったな、接戦やったし、しかも外し方もなんかもうリングにガラ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 みたいな、でポロって外れて、その前にもう一回打ってないぞ、はいはいはい、打って外してリバウンド取ってもう一回チャンス来て、うん、もう一回打ってガタガタガタって外れて B みたいな感じやった。インターハイ初戦とかですか？2試合、2戦目ぐらい。2戦目、めっちゃ序盤っすね。うん、2、3戦目ぐらいかな多分。でその後あれですか、結構上まで行ったんですか3人の時は？ベスト4まで行ったな。京都ではもう余裕だったんです。余裕っていうかもう僕らの時は東山が強かったじゃないですか。うん。そういうチームっていたんですか？いや、なかったな、俺らの時は。近畿とかは。うん、あ、近畿もっすか？うん。じゃあもうダントツで洛南が。そうだね。うん。あるかな。今どんぐらいの人見てんの？184人。あ、そうなの。俺のやつまだ80人止まってる。電源切るだ。ちょっともうみんな使えてきてんじゃん。じゃあ、あと何個か拾って。そうやな。3つにしますか、あと。あと3つ。拾って、終わりにしましょう。3つ。じゃあ、1人1つにする？ちょっと僕見れないんですけども、YouTube、今。あ、そうなん？はい。なんで、お二人に任せます。じゃあ、りょうちょっと喋っといて。マジで振りきつ。これさ、反応が分かんないじゃん、俺一人だと。だから、反応がないときついんですよね。ほんじゃ、りょう喋るわ。はい、たける。あ、探しといたらいいですか？うん。かな感じやねんな。そうですね。今チャットできましたね、うん、どう見つかりそう？今までで一番エグいと思った選手は誰ですか？
えぐい。えぐいか。えぐい。うん、俺から言おうか。はい。さっきラウフって言ったけど、はい、まあラウフも良かったけど、この間引退って言った JR 桜木、はい、J さん、はいはいはい、J さんもほんますごいエグいと思った。うん、すごいですね。うん、なんかねめっちゃ生かそうとするやっぱ日本人プレイヤーを。結構外国人はやっぱ助っ人できてるし、自分がこうなんとかしなあかんっていうタイプや、はい、自分が点取ったりとかじゃなくて、 J さんはもういかに日本人選手を生かせれるかどうかが鍵やと思ってるから、うん、まずそこ狙ってるから、なんかすごい、あんなに外国人の人からパスもらうことなかったし、あれは聞かしてるけど、そう、うん、なんかすごいなんか新鮮やったそれは。そういう意味でも、うん、まあ、えぐいっていうのはあれかもしれんけど、うん、うん、すごいですよね。でもあの人も、うん、見てただけですけど、 めっちゃ目合ってたもん試合中、全員と目合ってたんじゃん、ポストで持った時すごい。それ俺がカットして、はい、パス入れられへんかったなっていう時とかあったら、なんかもう顔であごめんみたいなとか、うんうんってうなずいて、いや俺見てるから大丈夫やねみたいな、パスでげんくてごめんなみたいなのを顔でこうやったりして、はい、おーすごい。手やってる最中に逆にスピンするとか、あいやすごかったな、レジェンドだったんですね。レジェンドだった。僕は皆さんかな、マッチアップしてやばいなと思ったのはあれじゃないですか、藤井優馬さんとかじゃないですか。ああ。なんかもう、やばい。えぐい、もうえぐいって言葉があるぐらい、なんか無尽蔵じゃないですか。えぐいよな。もう、いつこの人疲れんだろうって思うんですよね。な、う、あ、ん。4ピリとかで、あんな走ってて動けるなんて、なんか僕らとかやっぱ、うん、4ピリになってくると、やっぱだんだん疲労とか溜まってきて、うん、疲れてくるところで上げてくるじゃないですか。あれが本当にすごいですよね。あ、3試合ぐらい連続でできるような。そうっすね、もうまたできるで、多分あの試合終わってからも いけますかね。いけるいけるぐらいすごいもん、やっぱり本当あの人はえぐいって思ったっすね。えぐいわ。うん、僕はそうっすね、 KJ っすね。おお、集大成。三河にいたとき、あんま試合出れてなかったじゃないですか、うんうんうん、やっぱり。京都来て、出て、一緒のチームでやって、うん、やって、すっごいっすよね、あの人、ほんまに。今年、えぐかったな。えぐいっすね、あれ。うん、えぐい。49% ぐらいやろ。やばないっすか、2本に1本っすよ。うん、えぐいわ。えぐいっすよね。えぐい。それはえぐい。あれはすごいです、本当に。うん、近くで見せて。落ちる気しないですもんね。うん、シューティングとか一緒にやらせてもらってたけど。シュートフォームも独特やしな。はい、うん。早いしね、リリースも。うまっすよ。KJ、ほんまにあれすごいです。こういう子なんですよ。うん。僕、前聞いたんですよ。なんか、どういう。なんかなんすかね、どうやって教わったんすかみたいな、シュートしたら、うん、ダーツと一緒だって言ってたらしいです。ダーツいい感じで投げるんだみたいな。だから多分アメリカとまた違うんじゃないですか、日本と。そのあ、なるほどな。 50% 超えたらもういよいよエグいっすよね。うん、いや、行くんちゃう KJ、 50% 行きそうっすよね。うん、で入らんかったなって試合
あれか、あれっすね。富山戦っすね。うん。でもそれぐらいちゃう。この1試合だけっすもんね。うん、ワンシーズンで。その時、1本ぐらいしか入らなかったんちゃうか。1本も入らなかったっけ。1本ぐらいか。1本っすね。9の1試合かね。どうたける他には質問。なんかあったな。あ、ハンナリーズで一番楽しかったこと、嬉しかったこと、そういう系で。難しいな。一番楽しかった。難しいなぁ。いっぱいありすぎて。僕、あれっすね。やっぱ、時間短かったじゃないですか。一緒にいる時間が。うん。だから、普通に、なんすかね。その遠征とかでの夜ご飯とか楽しかったっすね。もう本当に些細なことなんですけど。ああ。楽しみの一つやもんな。カットアウトとかに一緒になんか、ご飯食べたりするときすごい。わかるわかる。僕はでもそうっすね。なんかもう、毎日新鮮でしたね。やっぱりプロのチームで練習とかでも、なんかそれ本当にもういい勉強になったっていうか、体験したことないことなんで、毎日楽しかったですね、本当にこの3ヶ月ぐらいは。うん、サニーは。めちゃくちゃ長いですけど。いやー、一つあげろって言われてやっぱ難しいよな。うん、でも、わかるわ。でもそういうご飯、遠征の時のご飯とか、なんかこう、練習、毎日の練習終わった後とか、いやそういう時間、やっぱ楽しかったよな。ね、な普通に腹よじれるぐらい爆笑とかしてたもんね。そうな、早くみんな練習したいな。そうっすね。うん、サニー来てくださいね。うん、多分暇やと思うから行こう。全然まだ55入れますよね。いやー無理ちゃう。それこそ人体系俺行くと思う。今やったら初めて引退してから引退して初めて。うん、と思う。じゃあラストぐらい、ラストの質問いきますか。いきますか。どうしようか。ラストってこれ結構重要っすよね。うん、来シーズンの意気込みとかも来てるんですけど、それはまたこの最後にしますか。あのこの回の最後で、うん、最後の質問、これ難しいな。タケル、はい、頼むよ最後。ちょ、まだ3人でやりたいな。そうっすね。うん、え、洛南行きましょうよ。え、どういうこと？そういうことなの？練習ですか？練習しに？練習とか。ああ、そうだな。確かに試合もちゃんとしたいですけど。うん、いや、すんごいなんかサニーと一緒に出るときはもう楽しいっすもん。俺も一緒にやりたかった、もっと。渋谷戦とかかな、やっぱ、切って切るじゃないですか。うん。めっちゃ任せましたもん、あの時。もう、運んでもらったりして。いや、で、助けてもらった、その時は。なあ、よう、なんか、お互い、お互い、頼むみたいなやつ。ちょっと疲れたら、うん、ちょっといいっすかみたいな。オッケーオッケーみたいな。あったよな。裏話ですよね。うん、渋谷でしたっけあの時。うん、渋谷だと思う。川崎、あ、川崎じゃないですか。川崎か。
ですよね、確か藤井君に疲れてない人が運ぼうみたいになって、うん、それあったっすよね。じゃあでも最後はサニーに締めてもらいますよ。うん、ハンナリーズとは。おお、これいいの選んだっしょ。ハンナリーズとは、はい、もうマジこれ事前にちょっと用意しときたかったな、ズバッとかっこいいこと。ちょっとお前いかつに振りすぎやろ。ちょっといかつに振りすぎやわ。ハンナリーズとはそれ自分にとって、そうじゃないですかね、はい、多分自分にとってですね。ハンナリーズとはうわぁ、かっこいいこと言いたいなぁ。くっそぁ、何やろ。うん。まあでも、バスケの半分ぐらいのキャリアお世話になってるんで。だから何って感じだけど。タケルが悪い、これは。タケルが悪い。これはね、ちょっと。いや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 。まあでも聞きたいです、僕は、確かに。うん。やっぱり。うん。ね、何シーズンでしたっけ、ハンナリーズで。9シーズンかな。同じチームで9シーズンってなかなか。うん。やっぱりこれは。でも大阪、そう、大阪出身やけど、もう高校、大学、ハンナリーズって合わせたら、そうっすよね。もう人生の半分ぐらい京都やし。うん、まあ第二のふるさとみたいな感じじゃないですか、はい、あ、それは京都からかハンナリーズ。もういいや、いやいや、そうやったな、だけど最後で最後で滑らしやがったな、お前いいの見つけた、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、じゃあこれで今回たくさん延長して45分延長したっすね。うん。本当は12時で終了だったんで、うん、5分延長しましたが、最後にね、まあ来シーズンの意気込み、はい、サニーは最後でいいですかね、あの感謝っていうか、そうですね、ああうん、でそうしようか、僕らから先に言わせていただいて、じゃあ僕からいきますか。そうですね、来シーズンもハンナリーズでプレーすることになりましたので、来シーズン KJ の今シーズンの記録を超えれるように頑張りますので、またたくさんの応援よろしくお願いします。はい、僕はそうですね、来シーズンも、皆さんの前で、プレーし、その少しでも感動してもらって元気を与えられるような、そういったプレーをできるように頑張っていきたいと思いますので、来シーズンも応援の方よろしくお願いします。最後に、9シーズンありがとうございました。お世話になりました。三河の方では2シーズン、お世話になりました。で、まだ洛南の、2人の後輩も入ったということで、今度は僕の意思をこの2人に託したいと思います。なんでぜひブースターの皆さんは2人応援してください。はい。で、まあ僕の今後についてはまたどっかで話したいと思います。今着々と進んでいる状況で、7月1日ぐらいにまた僕から何かあると思うんで、そちらの方でまたよろしくお願いします。はい、以上、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後に、ね、スクショタイムがあるんで、はい、はい、スクショタイムでどうしますか、 NKE さんを指しますか。うん、ちょ YouTube 見れてないんで、どこに NKE さんがあるかわからないんですけど、そう、量は左、こっち、うん、こっちに、左手、うん、そっちそっち、え、俺上やんな。サニー上っすね。うん。僕どっちやろ。斜め。
やってみて。これちょっと遅れてるんで、ね。あれ、行こう。あ、ちょっと、ね。逆やわ。うん。え。タケル逆。こっちっすね。そっちそっち。オッケーです。トゥースみたいになってんよ、俺。りょうくん、りょうくん。大丈夫合ってるこれ。合ってます、合ってます。ありがとう。別に春日が好きなわけじゃないですからね。いや、お前好き言ってたやんけ。若林が好きなんですよ、僕。何やあ、そっちが好きだ。取れましたかね。はい、じゃあ、そうですね。今回4回目ということで最後の、YouTube のライブだったんですが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。これからも僕たちは頑張っていくので応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。